私、今回進行役を務めさせていただきます、アルと申します。本日はお忙しい中、六花の勇者のキャストの皆様にお集まりいただきました。まずはお一人ずつ自己紹介をお願いいたします。アドレット役、斉藤相馬です。よろしくお願いします。ヒレミー役、結城葵です。サモ役の勝間です。お願いします。モーラ役の佐藤里奈です。よろしくお願いします。反省役の鈴木です。よろしくお願いします。はい、ゴルドフ役の内山幸喜です。よろしくお願いします。ラッシュタニア役、生方陽子です。本作は誰が敵、つまり偽物の勇者かを探りながら冒険をしていく作品です。そこでこの映像特典では、話題の人狼ゲームを皆様でプレイしていただこうという内容になっております。そんな話題の人狼ゲームですが、今回はアニメ本編に即して人狼ではなく偽勇者と呼ばせていただきます。それではまず今回のルールを説明させていただきます。プレイヤーの皆さんには勇者5名、騎士1名、偽勇者1名に分かれていただきます。それぞれ誰が何の役かは本人にしか分かりません。このゲームは昼間のターンと夜のターンに分けて進行します。昼間に皆さんで会話し、全員で投票を行います。投票の結果、多数決でプレイヤー1名が処刑され、別室行きとなります。続いて、配役の説明をさせていただきます。勇者。昼間の会話で、誰が偽勇者かを推理してください。騎士。夜のターンに、誰か1人を偽勇者から守ることができます。ただし、守る対象が、偽勇者だった場合、騎士本人が偽勇者に殺されてしまいます。偽勇者、正体を悟られないように勇者たちを騙してください。夜のターンになると、誰にも知られないようにプレイヤー1名を指定して殺すことができます。そして勝敗について、昼と夜のターンを繰り返し偽勇者を処刑することができれば勇者側の勝利。偽勇者と勇者が同数、つまり最後の2名に偽勇者が残れば偽勇者側の勝利となります。それでは早速、人狼ゲーム偽物の勇者を探せスタートです。まずは一人ずつ目の前に置いてあるカードでご自分の配役を確認していただきましょう。決して他のプレイヤーには見せないでください。では斉藤さんからどうぞ。カードをご覧になった後に、私は偽勇者ではありませんと一言お願いします。俺は本物だ、偽勇者じゃない。怪しい。そういう感じ。ああいうやり方してくんだよな、ね。なるほどね。私は七人目ではないわ。ちょっとそういうのやめよう。かぶせてきた。キャラかぶせ。ではどうぞ。わあ、チャモじゃない。チャモはチャモだよ。はい、ではどうぞ。私ではないぞ。わからん。みんな分からない。全然分からん。さっきより全然分からん。本当分からない。俺じゃない。にゃ。どうぞ。やってたら分かんないから、何のためだったんだろう。
ああ私は偽勇者ではありません。なんだよ、誰だよサラリーマンみたいな。どうぞ。はい。私ではありません。なんか喜んでよ。なんかちょっと喜んで。違うな。でもひかさんの反応は本物っぽい。本物っぽいな。ちょっと喜んでました。実はだから偽勇者じゃないから。普通の勇者だ。ジローだ。私はジロー。偽勇者だ。間違えた。なんでそういうこと？なんでああいうこと言うの？かまってほしい気がします。何か喋ってないと不安みたいな。場を盛り上げたい。何人だ。でもな、反応するね。誰が怪しい。最初にキャラから始めた時点でちょっと読めない感じになってる。それで拾うしかなくなるじゃないですか。ちょっと涙目じゃね。ちょっとね、結局乾燥してるからかな。経験したことがある人間から言うと、もういわゆるコントロールできない部分に何かしらが出てくる。目が反応として現れるか。そういうのを自分で感じる時はあって。いやいや、もう勇者勇者、本物の勇者ですよ。本当に。今フレーミーの笑い方だったけど。ちょっと私の推理を聞いていただいてもいいですか。私ね、ウッチーか鈴村さんだと思うんですよね。偽勇者。なんで。なんでなんで。なんとなく。それは推理じゃないじゃん。もうちょっとなんかない。でもなんか山感あったりそうな印象。なんとなくです。違います。なんとなく。俺は違う。本当にあの勇者、ただの勇者、なので、まあ本当にただの勇者だから、あの騎士じゃないので、やってもらっても構わない。やってもらって。でも一人で行くのは寂しいんじゃないですか。寂しいから、本当はだからゲーム的には生き残りたい。けども、あの別室行くの嫌だ。でも最悪の場合僕をやってもらっても構いません。あ、でも私も同じくです。お、私も鈴村さんと同じで、別に殺されてもナイトのためにならっていうタイプです。そうです。これでもね、え、本当？これね、その僕が言ったじゃない、要はあのあれですよ、騎士じゃないのって言ったことに対してかぶせてきたでしょ。そこはちょっと怪しい。怪しい。なぜか怪しい。最終的にはさ、いや私もってなっちゃって、僕が言ったことを書き消される状態を作ってしまったんですよ。だから僕は本当のことを言ってるけど、なんかこうダマくらかされた感じがする。乗っかっている。みんなが誇張しちゃったから。すごい説明だ。してくる。してくるだけよ。何嫌なことされてるみたいな理由が。俺やっても構わないけど。俺をやっても構わない。いいよって言う人やりづらくなるじゃん。いやだからいいよ。これで話し合いを終了し、ここからは投票のターンとなります。以後誰かを誘導するような発言はしないでください。斉藤さんから誰か一人選んでですね、質問をしてください。はい、一言でお願いします。角間さんは、はい、誰が偽勇者だと思いますか。斉藤さんです。では斉藤さん、誰に投票しますか。角間さんで。あ、では、ゆうきさん、誰に質問しますか。鈴村さんは、好きな食べ物は何ですか。カレーライス。カレーライス、ないか。なるほど。はい、誰に投票しますか。角馬さんで。では、角馬さん、誰に質問しますか。じゃあ、ゆうきちゃんで、好きな食べ物は。簡単ね。顔色見る。食べ物はトマト。トマト。美味しいよね。大好き。誰に投票しますか。斉藤さん。そうですか。はい、では佐藤さん、誰に質問しますか。じゃあ内山くんに。はい。好きな食べ物。この流れ。お寿司です。そばじゃないね。俺も好き。誰に投票しますか。斉藤くんで。はい。そうですか。では鈴村さん。よくわかります。誰に質問しますか。ひかささんは。お、何ですか。嬉しそう。人生で今まで一番嬉しかったことは何ですか。今です、今。ひかささんに投票します。なんで
では内山さん、誰に質問しますか？斉藤さんは、はい、初めて役職見た時の反応、キャラクターの感じでやろうかなっていうのはいつから決めてました？でもその勇者っていう文字を見た時に自然とアドレッドが降りてきました。誰に投票しますか？斉藤君。では、ヒカスさん、誰に質問しますか？鈴村さん。おい、何ですか？何聞こうかな。興味ないなら声がかけるのやめてもらえますか？興味ないな。鈴村さんはナイトですか？そんな、お前するけどさ。だから俺らが言ってじゃん、ただの勇者、僕やってもらっても構いません。わかりました、はい。誰に投票しますか？うちで。急に飛んできた。特殊的に。頑張って。俺狙ってたの、当たっちゃったの。それでは、ここからは決選投票になります。票数が多かった2名の決選投票です。斉藤さん、角間さん、お立ちください。はい。では最後に一言、自分は偽勇者ではないことを弁明してください。まず投票数が少なかった角間さんから。はい、そうですね、まあ私なくても大差がないので、ないとが死なないようにみんな頑張ってください。僕は本物の勇者です。以上。では残った5名の方、自分が偽勇者だと思う方を指さしてください。せーの。圧倒的に斉藤さんのようです。投票の結果、斉藤さんが処刑されました。しかしまだこのゲームは続行されます。やっちまった。罪なき人。なんで変な人のふりしたんですか。なんであんなことやったんだよ、主人公なのに。皆さんは罪なき主人公を信用せずに殺してしまったんです。いかにも怪しかったじゃん。物語通りになったんだ。しまった。さあ、それでは夜のターンがやってきました。皆さんは目を閉じてください。はい。さあ、これから偽勇者の人だけが目を開けてください。ここで分かる。あなたが今夜殺す勇者は一体誰でしょうか。では皆さん、目を開けてください。しかしこの中に一人だけ次の日の朝日を見ることができなかった方がいらっしゃいます。その方はヒカサさんです。なんで何してくれてんの。お前特に見せ場を見せてくれてんの。新しい朝日を見ることができた皆さん、しかしこの5人の中にまだ偽勇者が潜んでいます。偽勇者は昨晩勇者を一人殺害しています。皆さんで偽勇者を、すごい怪しいことしてこない。これニヤニヤしてるし、別室の方はうるさい。ごめんよ、ヒカサ。でもさ、まずその検証しなきゃいけないのは、ヒカサがナイトだった可能性ある。捨てゼリフをね。捨てゼリフを。絶対とか飛ばせる。何をヒントに信じる。打開策がない。ない。ない。なんか、面白い人たちに向こう行っちゃったから。行っちゃったから。ヒエロの方々。今んとこ分かってることは、面白いと殺されるってこと。ってことは、偽勇者は面白くしてない可能性。あ、なるほど。でもさ、内山くんは、
さっきより喋ってるよね。喋ってる。リハより。それはすごい。カメラが回るとテンションが上がるたちなのか。いや、そうでもない。いやいやいや、勇者。では、先ほどお亡くなりになったヒカサさんの左隣、現在はユウキさんから始めたい。誰に質問しますか？じゃあ、サトリナさんに。はいはい。誰が正直そうだと思いますか？偽勇者？偽勇者かな。もう正直ちょっと分からない。分からない。私じゃないよ。なるほど。っていうのはどう？はい。ではユウキさん、誰に投票しますか？どうしよう。どうしよう。どうしよう。名前が上がってない人が一人。そうだ。ちやさん、それもピンクの。ちやさん。でもね、そうちょっとさっきに比べると喋りすぎてる気がするの。本当に。あのキラキラした目。喋っちゃいけないの。あんなにキラキラした先輩見たことないんで。じゃあ内山さんで。では内山さんで。はい。はい。ごめんなさい。では加藤さん。バラけさせましょう。それで決定。誰に質問しますか。若干誘導してる感じがあるのが鈴村さんとゆうきちゃんだからっていうのは若干思ってて、どうしようかな。じゃ一応ばらけさせるってことで、うん、ゆうきちゃんで。よし、はい、大丈夫です、はい、では佐藤さん、誰に質問しますか？じゃあ内山さんに、はい、誰が疑わしいでしょうか？鈴村さんか。そうなのか。誰に投票しますか？俺じゃねえよ。内山さんね。はい、あいつ。では鈴村さん、誰に質問しますか？そうだね。ゆうきさんは、はい、このゲームは人狼はやったことあるんですか？あります。ありますか？あるんだな。誰に投票しますか？うわー、角間さんに。はい、では内山さん、誰に質問しますか？佐藤さん。はい。勇者ですか？勇者ですよ。誰に投票しますか？勇者です。ああ、はい。どうしよう。ポーカーフェイクスのは人間。これは難しいですね。角間さん。結果が出ました。角間さん、またか、はい、内山さん、お出しください。いや、ちょっと怪しいのかな。もうちょっと行きたいな。では今回は角間さんから一言弁明をお願いします。そうですね、もうあっちに行ってもいいかなって思い始めました。強く生きて。では内山さん。いや、私がここからいなくなったらみんな後悔すると思います。では自分が偽勇者だと思う方を指さしていただきます。いいですか？せーの。今回処刑されるのは内山さんです。今回内山さんが処刑されました。しかしこのゲームはまだ続きます。あなたたちは罪もない勇者を一人また殺めてしまいました。では夜のターンです。では偽物の勇者の方だけが目を開けてください。では偽物の勇者の方だけが目を開けてください。今夜あなたが殺す勇者は誰でしょうか？わかりました。では皆さん目を開けてください。残念ながらまた一人勇者の命が奪われました。
今夜殺された勇者、それは佐藤さんです。信じられない。怖いよ。頼みますね。ほら、お前ちゃん随分勇者がいなくなってしまいました。だいぶやられたな。このままでは魔王軍にやられてしまいます。お前で残る勇者は2人、偽物の勇者が1人です。では最後の話し合いを始めてください。ナイトは早々にいなくなったってことでいいんですよね。多分もういないでしょう。なんか無くなったっていうのも多分もういなくてもやるんですよね。でも何回も経って残ってるけど本当に違う。なんか違う気がするの。でもかといって万が一って、なんか最初に立たせた時の諦め感がなんか違うなって、うん、でもす、ま、すうわ難しいな。でも鈴村さんの割とここまでその、まあ、最初に人を感じましてたのはあるけど他の人たちへのなんか扱いが平等だったのも分かってるから、うん、でも今この中にいるとしたら上手だね。みんなに上手にやってきた人だと思う、うん、だからもし今の発言が偽勇者で言ってたら自分上手だねって言ってることになるし、言ってることになる、うん、で違ったら本当に嫌だって言ってるのが、うん、勇者だけどめっちゃ演技なわけでしょ、うんうん、はぁ、あ、どうしよう。でももしかしたらこれも嘘かもしれないわけでしょ。そういうことなんだよ。アクシデント的なレスポンスに一番鈍かったのはカクマさんだけど、俺が何か言った時にかぶせてくるのは早かったから、何かをこう隠そうとする時にドンって出ちゃう感じとかそういうのはあんのかなって思って見てたから、俺は実は何気にずっと投票している。そうですよね。だから疑われ続けるから逆に怪しいなっていう気にもなってくるし、でもなんかそう言われると無実を証明してくる鈴村さんも怪しい気もするし、でもそう言われるとずっと逆に角間さんを私が怪しくないって言い続けてるのも怪しい気がしてきて、あーそっかって思われるだろうなっていう気もしてきて、わかんない、どっちかにつくってことか。さて皆さん、最後の投票の時間がやってまいりました。この投票で必ず決着がつきます。鈴村さんからいきたい、誰に質問しますか。角間さんは、はい、このゲームはやったことある？ないです。ないのか。これはわからない。でもなんか自分の直感を信じてみよう。角間さんに一票。はい、ではゆうきさん。あ、私か。あ、間違うんだ。はい、どうぞ。誰に質問したことある？さんにした理由は本当に直感だけですか？直感です。そのさっき言ったレスポンスをずっと見てた中で一番なんていうか、ここぞという時にみんなパッて見てると反応が良かったんです。あのウッチーですら反応はえーとかやってる感じと比べるとリアクションがちょっと薄かった、そういうことに対して。あー、でもこれが洗脳な可能性もある。では、角間さん、なんかずっと鈴村さんを信じてた理由っていうのが一番最初に俺違うよって言ってそれを言ったことで、なんか本当にじゃあみんな素直に集まって行っちゃったらそこで終わりじゃないですか、うん、っていうので偽勇者じゃないんだろうなって信じてたんですよ。で、ゆきちゃん信じてた理由はあれ、素直にずっと、あーでもって言ってるの見ると違ってほしいと思ってたから、どっちに質問したらいいのかな。ゆうきちゃんに質問で、どうしよう。じゃあ、最終的にここ2人が立ったとして、どっち選ぶ？
今までのを見てですか？この質問を私にする？どこだよ。やばいよね。鈴村さん。わあ、これか。よし、じゃあもう鈴村さんにします。わかりました、うん。では最後の決定権は結城さんにあります。結城さんに対して最後の弁明をしてください。いや、もう意味のないことですよ。鈴村さん、はい、もうマジでただの勇者です。なんてマジ勝たせてくれよ、頼む、俺じゃねえ。では角間さん、勝ちたい、勝ちたいけど未だにどっちも信じてるんだけど、でも違うよ。では結城さん、あなたが最後の決断をしてください。どっちにしようかな。急に余裕になった。え、もしかしてまさか。あれ、どっちでもよくなった。ちょっと待って、どっちがいいですか？ちょっと待って、もうやだって、間違ったかもしんない。じゃあ鈴村さんにしましょう。ちょっと待って、マジで。では鈴村さんが処刑されることになりました。カメラに向かって一言どうぞ。俺はとんでもないミスを犯したのかもしれない。そうだよ、そうだよ。では別室へどうぞ。最後に結城さんと角間さんが残りました。しかしこの時点ですでに決着はついています。そう、この夜角間さんは襲われて死んでしまうんです。つまり偽勇者は結城さんでした。私でした。この瞬間、結城さんの勝利は確定しました。勇者は全滅です。本当だよ、本当だよ。なんで気持ちいいんだ。また負けんだ。なんで色々こっちに。